南佐諸島、スプラトリー諸島は、日本語では新南群島といい、南シナ海南部に位置する諸島である。岩礁、サスを含む、無数の海洋地形からなり、これらの多くは、岩礁の一部を形成している。各国語での名称は、南佐群島、カラヤーン群島、長査諸島。日本政府による正式な名称は、第二次世界大戦前からの、 新南軍島であるが、日本はサンフランシスコ平和条約に伴って、領有を放棄しており、中国語の南沙軍島から南沙諸島、または英語のスプラトリーアイランズからスプラトリー諸島という名称が使用されている。中華人民共和国、中華民国、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネーの6カ国、地域が全域、または一部について、 領有を主張している。2016年7月12日、オランダハーグの常設仲裁裁判所は、いわゆる球団線に囲まれた南シナ海の地域について中華人民共和国が主張してきた歴史的権利について、国際法上の法的根拠がなく、国際法に違反するとする判断を下した。本来、構成される海岸地形のうち最大のものでも、陸上面積が 約0.5平方キロメートルしかない。しかし広大な排他的経済水域や大陸方の漁業資源や石油、天然ガス資源を当て込み、また安全保障上の用地として利用する目的で、中華人民共和国、中華民国、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネーが海岸地形全部、または一部の主権を主張している。ブルネーを除く5カ国が入り乱れて、 複数の岩礁、サスを実行支配しており、その多くには各国の軍隊、警備隊などが常駐している。2017年時点でベトナムが22箇所、フィリピンが8箇所、中華人民共和国が7箇所、マレーシアが5箇所、台湾が1箇所を実行支配している。2015年にはアメリカ海軍が中華人民共和国の実行支配する。 すびしから12回以内の海域を航行するなど、緊張状態が続いている。1988年には、ベトナムと中華人民共和国との間で、軍事衝突が起こったこともあるが、近年は、軍事衝突には至っておらず、すでに実行を支配している岩礁、サスを新たに埋め立てたり、各国が未選挙の岩礁、サスを新たに選挙する形での勢力拡大が行われている。 最近ではフィリピンが、ランキアム賞を新たに選挙、台湾が、中洲島を新たに選挙した。中華民国政府及び、中華人民共和国政府では、南沙諸島、中佐諸島、西佐諸島、東イサゴ諸島を総称して、南海諸島と呼び、国民党政権時代の1935年より、その全域の主権を主張している。中華民国政府が主張する。 境界線はその線の数から、十一段線。中華人民共和国政府が主張する、境界線はその線の数から、九段線、あるいはその線の形から、有事線や、牛タン線と呼ばれている。諸島といっても、南沙諸島には、国連海洋法条約において、島とみなせる領域は一つもない。自国管轄権を主張するいくつかの国は、岩礁、サスを埋め立て、 春節して人工島を築いた。特に中華人民共和国による埋め立て、春節は大規模なものであり、貴重な珊瑚礁お及びそこに生息する海洋生物など自然環境の不可逆的な破壊が行われた。実行支配する政府による設備投資が行われており、スプラトリー島ではベトナム政府による設備投資が行われ、ほとんど何もなかった島が、 教育や電力のみならず大きな飛行場、病院、ネット環境を完備するなど本土並みの生活環境となっている。実行支配を正当化するためにほとんど何もないところに、漁民や部隊を居住させている島や、国防の最前線として軍事要塞と化した島もあるが、もともと美しい珊瑚礁に囲まれた地域であり、観光地化されている島も多い。 ベトナムの実効支配地域では、スプラトリー島などが、フィリピンの実効支配地域では、ノースイースト島などが、マレーシアの実効支配地域では、スワローショーなどが主な観光地で、釣りやダイビングが人気。2016年には、台湾で唯一の実効支配地域として、それまで軍事機密となっていた太平島までもが、観光を通じた太平島圏域の防衛のために、 一般人に公開された。ベトナムからはクルーズ船が出ており、ベトナムが実行支配している海域をクルーズすることが可能。中華人民共和国からも2020年までにクルーズ船の就航が予定されている。観光地として開発されることで、政府にとっては実行支配の正当性が強化されるという利点がある。各党とも各国の政府にとっては、 海洋の権益を確保する存在であり、軍にとっては国防の最前線であり、また観光業界にとっては有望な観光資源であるという複雑な状況にある。中華人民共和国政府は2000年前の遺物史に基づいて、鳥海雑貴島を中国人が発見したと主張している。しかし、その約200年後の南州遺物史には、外、兄弟博が、 長海崎島を発見したと記載されており、中華人民共和国の南海研究委員長、クレシアリが、次女、南沙総談的起源とも発展で引用した、外、兄弟博が、英訳本では、ボーツ・ユーズド・バイ・ホー・リナーズと訳されている。名、真の監修地市では、領土の最南端は、海南島とされており、南沙諸島は、真の領土線の外であった。 監修地市以外の民間著作でも、真の中盤期の南洋冷速中にバンディー市、包みの記載があり、この包みをもって海中外の境を分かつと記述されている。境界線の位置は海南島の南の西沙諸島付近であった。また、真の県立年間の有機略では海南島付近と推定される七州洋を中外行き海としている。 神仏戦争後、フランス領インドシナとして、ベトナムを植民地支配していたフランスが、1930年から、いくつかの島々を実行支配し、1933年4月に、フランス軍が、現在の太平洋を占拠し、日本人を退去させる。ベトナム南部の総督、MJ クラウトハイマーが、同年12月21日に4700に、CP 号政府決定により、 当時のバリアショーの一部とする。1935年4月フランスが30人のベトナム人を太平洋に移住させる。1945年の日本の敗戦以降、空白となった南シナ海の島々をフランス軍はいち早く占領したが、ベトナム内戦の影響ですぐに撤収する。1九百七年に日本漁船が現在の太平洋付近で操業を開始し、 1929年4月に日本人が太平島での異様採掘事業を開始した。世界恐慌の影響を受け間もなく採掘は中止となり日本の業者は離島する。1933年4月にフランス軍が太平島を占拠し日本人を退去させる。1935年に平田松次と海軍省。 台湾総督府が協力して、平家用工業株式会社を設立。1936年12月に平家用工業が太平島で硫黄採掘調査を実施。1938年にフランス軍やベトナム漁民を追い出し占領した日本が領有を宣言し、新南軍島と命名する。1939年2月中旬、日本軍は海南島を軍事占領し、 中華民国の小解析総統は太平洋上の満州事変と表現して反発、欧米列強も抗議の意思を表した。この状況した日本政府は大正6年以来我が国人は何国人にも先立って巨額の資本を投下し高級的諸施設を設けて同等所の経済的開発に従事しきったと主張して新南軍等の領有を宣言する。 3月30日付の台湾総督フレ第31号により、新南軍島が大日本帝国の領土として、台湾高雄市に編入される。3月31日、外務省は、フランス中日大使のシャルル・アルセーヌ・ヌアンリを招いて、本件を通告し、4月18日の官報で内外に、広告した。フィリピン、ボルネオ島、インドシナ半島。 マレー半島など近隣に植民地を抱える列強各国に与えた脅威は大きく、特にアメリカは具体的な対日制裁措置を進めた。1945年の第二次世界大戦終結まで日本が支配を続ける。ただし、日本海軍は終戦まで新南軍島に有力な軍事基地の建設を行わなかった。 1939年の台湾総督府告時代122号による新南群島中における主なる当初は北双子島、南双子島、西沈島、三角島、中高島、吉光島、南陽島、長島、北小島、南小島、アスカ島、西鳥島、丸島である。資源開発として臨港石採取の従事者が在住していたが、 戦火の拡大により撤退し終戦を迎える。戦後の日本国政府の見解は第二次大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり、カイ路宣言やポツダム宣言は日本の領土処理について最終的な法的効果を持ち得るものではない。との立場をとっている。1952年発行のサンフランシスコ。 平和条約の第2条では、台湾及び、宝庫諸島、新南軍島及び、星砂軍島の領土権の放棄について明記されているが、放棄後どの国に帰属するかは取り決められていない。また、サンフランシスコ講和会議に創成されなかった、中華民国との日華平和条約の第2条では、日本は台湾及び、宝庫諸島、新南軍島及び、 清佐諸島の領土権の放棄について承認しているが、同条約第3条では、台湾及び宝庫諸島としか記載されていないため、新南軍と及び清佐諸島が放棄後どの国に帰属するかは取り決められていない。1945年に主権回復を宣言する。中華民国政府は太平洋など4隻の軍艦を派遣して、1946年末までに、 主だった島々の占領を終え、測量も行って南海諸島一図を作成する。その後の中華民国は、南シナ海は中華民国の領土との位置づけは変えずに、軍用空港を有する太平島と東佐諸島の現状維持に徹して、中華人民共和国政府のように新たな島の占領などは行っていない。1971年、マルコス政権が、 南沙諸島の領有を主張し、パグアサ島など6島省に軍を送って占領した。1994年に、排他的経済水域に関する規定が定められた、国連海洋法条約が発効すると、中沙諸島のスカボロー省周辺海域の管轄権を主張した。2009年には、領海規選法を制定し、南沙諸島の一部の島、 小及び中砂諸島のスカボロー章を正式にフィリピンの領土とした。フィリピンは南砂諸島において滑走路を有するパグアサ島をはじめとする島やサスを10カ所近く実行支配している。数においてはベトナム、中国に次ぐ3番目である。1951年のサンフランシスコ講和条約で日本が 領有権を放棄した後、1956年10月22日に、南ベトナム政府が143、n v 号大統領決定により、バリア賞の一部と合わせフックトゥイ賞とする。1953年中華人民共和国は、中華民国の11断線のうち、当時は関係が良好であった北ベトナム付近の2線を削除し、新たに九断線とする。 1958年には、領海宣言を出し、南シナ海の島々を含めた海域の領有を宣言する。1973年9月に、南ベトナムが再度、フックトゥイ症への返入を宣言したことに対し、翌1974年1月に抗議声明を出して領有権主張を本格化させていく。セイ諸島の戦い1974年1月に、 生紗諸島の領有権をめぐり、中華人民共和国と南ベトナムが交戦し、生紗諸島の戦いが勃発する。この戦争に勝利した中華人民共和国は生紗諸島を領有する。1988年、中華人民共和国は生紗諸島に2600メートル級の本格的な滑走路を有する空港を完成させ、南シナ海支配の戦略拠点とし、 同年には中華人民共和国軍がベトナム支配下にあった南沙諸島にも侵攻する。スプラトリー諸島開戦1988年3月14日、南沙諸島における領有権をめぐり、中華人民共和国、ベトナム領海軍がジョンソン乱章で衝突。このスプラトリー諸島海戦で勝利を収めた中華人民共和国が赤売省、長厚省、歌謡省。 東門省、南薫省、なぎさ壁省と名付けられた岩省、または産後省を手に入れる。ブルネーは1993年からマレーシアが実効支配している南通省及び周辺3万平方キロメートルの海域に対する主権を1988年に主張しているが、派兵による選挙行為は行っていない。1994年に、 フィリピンが実行支配していたミスチーフ省を中華人民共和国が占拠して建造物を構築したことを1995年2月にフィリピン政府が公表する2004年9月にフィリピンと中華人民共和国が海底資源の共同探査で二国間合意が成立する2005年3月にはフィリピンと 中華人民共和国の2カ国に続きベトナムも加わり、海底資源の共同探査が行われている。2007年11月、中国人民解放軍が、セイ諸島の海域で軍事演習を行ったことや同月中旬に、中華人民共和国が、中佐諸島だけでなく南佐、セイの両諸島を含む領域に、海南省に属する行政区画である、 三差しを設置したことをきっかけに、12月にベトナムのハノイにある中国大使館前で抗議デモを行われた。2008年1月に中華民国が実行支配している太平島に軍用空港を建設して完成させる。滑走路は全長 1, 150メートル、幅30メートル。その後に中華民国総統が視察に訪れたことに対して、 フィリピン政府が抗議をする。2010年3月にアメリカからスタインバーグ国務副長官とベーダー国家安保会議、アジア上級部長が中華人民共和国を訪れた際に中華人民共和国政府は南シナ海を自国の主権及び領土保全と関連した革新的利害地域とみなしているとの立場を公式に通知したことが報じられる。 2011年2月末から5回以上にわたり、中華人民共和国の探査船がフィリピンが主張する領海内において探査活動を繰り返し、5月には無断で部位や杭などを設置したことから、フィリピンの秋の大統領はこれを領海審判とし、6月に国連に提訴する。2012年7月11日、中華人民共和国国土資源部国家、 海洋局所管の海艦総隊の孫所兼副総隊長が南沙諸島の領有権問題に関してベトナムやフィリピンと一戦を辞さないと発言した。2013年5月中華民国総統であった李登輝は周辺国への内政や領土干渉を繰り返すことによって自分たちの力を誇示しているのである。こうした中国の動きを説明するのに 私は、成金という言葉をよく使う。経済力を背景に、ベトナムから、青砂諸島を奪い、南沙諸島で、フィリピンが領有していた地域に手を出し、そして日本領土である、尖閣諸島の領海、領空侵犯を繰り返す中国は、札束の力で威張り散らす浅ましい、成金の姿そのものであると中国を批判している。5月に、 国際空域を飛行していたアメリカ軍の P-8 ポセイドン大戦哨戒機に対して中国海軍が強い口調で計8回も退去を命じる行進を行うなど軍事的緊張が高まった。7月2日、アメリカのシンクタンクの CESIS が中国が浅瀬を埋め立てて施設の建設を続けているファイアリークロスショーの様子を6月28日に撮影した。 衛星写真を公開し、駐機場や誘導路が整備されている様子が確認できると指摘して3000メートル級の滑走路がほぼ完成しているとの分析を明らかにし、さらに2つのヘリポートと10機の衛星アンテナ、レーダー等と見られる施設などが確認できるとした。8月6日には CSIS は中国が埋め立てを進めている、スビショ小の最近の衛星写真を分析し、人工島に 幅200から300メートル、2000メートル以上の直線の陸地ができていることが確認でき、ファイアリークロス省と同じ3000メートル級の滑走路が建設されている可能性を示唆した。さらに9月15日に衛星写真の分析から中国が南沙諸島で造成した人工島での3本目となる滑走路をミスチーフ省で建設している可能性があることを明らかにした。 10月10日、中国外交部が赤売省と火曜省で5月から建設していた灯台が完成したと発表。9月25日の米中首脳会談後にアメリカ海軍の艦船を中国が埋め立て造成した人工島から12海里内に派遣する決断をしていたオバマ政権は10月27日にアメリカ海軍横須賀基地所属のイージス駆逐艦脱ッを スビショうから12海里内の海域に侵入航行させ、航行の自由を行動で示す作戦を実施した。2015年10月27日、アメリカはイージス駆逐艦、ラッセンを人工島から12海里内の海域に侵入航行させた。10月29日、オランダのハーグにある常設仲裁裁判所は、フィリピンが2013年1月に、 南シナ海での領有権に関する中国の主張は国際法に違反するとして国連海洋法条約に基づいて申し立てていた15項目のうち7項目について管轄権があるとし中国との紛争の仲裁手続きを進めることを決定した仲裁裁判所に管轄権はないとして仲裁手続きを拒否していた中国は仲裁手続きを受け入れない姿勢を示したアメリカ国防総省は 8月20日にアジア太平洋での海洋安全保障戦略と題した報告書を公表し中国が2013年12月に南沙諸島での埋め立てを開始して2015年6月までに2900エーカーを埋め立てその面積が周辺諸国による埋め立てを含めた全体の約95%に当たることを明らかにしたまた埋め立てから滑走路や 港湾施設の建設によるインフラ整備に重点が移行していることも指摘した。2015年10月時点で中国が埋め立てているとされているのは実効支配しているスビショウのほか、ファイアリー・クロスショクアテロンショミスチーフショヒューズショジョンソン南省・ガンショガベンショエルダドショの7つの岩礁である。各国は中国が岩礁を埋め立てた人工島を軍事拠点化し、 地球上でやり取りされる原油や液化天然ガスの半分近くが通る南シナ海の支配を強化することを懸念している。2016年ハーグ仲裁裁判所が下した領海と排他的経済水域の判断1月2日、中国外交部がファイアリークロス省で建設していた飛行場の完成と滑走路を使用して試験飛行をしたことを明らかにした。これに先立つベトナムは 試験飛行に抗議するる。声明を発表しているアメリカの CSIS は1月の報告書において中国の空母打撃軍保有の可能性と合わせて2030年までに南シナ海が事実上中国の湖となると警鐘を鳴らしている。4月15日中国国防部が軍制服組トップの半潮流中央軍事委員会副主席が南沙諸島を視察したことを明らかにした。 4月17日、中国の新華社通信が、ファイアリークロス省に、中国海軍の小海機1機が着陸したと報道。中国が、軍による南沙諸島での飛行場利用を明らかにしたのは、初めてである。5月2日には、中国海軍が、駐留兵士らを移動するため、南海艦隊に収益している、揚陸艦、コンロン山を派遣し、ファイアリークロス省に、 演劇団を上陸させた。同行記者によると、ファイアリー・クロス省では飛行場や港、灯台、住居施設がすでに完成しており、病院や海洋観測センターが建設されている。7月12日、オランダハーグの常設仲裁裁判所は、中国が南シナ海のほぼ全域で領有権を主張する、独自に設定した境界線、九段線には国際法上、 歴史的権利を主張する法的根拠はないと認定する裁定をした。また、中国が南沙諸島などで人工島の造成などをしている岩礁はすべて島ではなく岩、または校長時に水没する停止高地であると認定する裁定も下した。南沙諸島の各国実行支配状況を2012年南沙諸島の各国実行支配状況及び 領有権市長選2月21日、ミスチーフ賞、ファイアリークロス賞、スビ賞の人工島において、中国が長距離地対空ミサイルを格納できる、約20の開閉式の屋根がついた構造物を建造しており、ほぼ完成していると、ロイター通信が報道した。5月25日早朝、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、デューイが、 南沙諸島のミスチーフ省の12回離内の海域を航行し、トランプ政権では初の航行の自由作戦が実施された。6月6日、アメリカ国防総省の中国の軍事力に関する年次報告書が公表され、ミスチーフ省、ファイアリークロス省、スビ省に軍用機24機を収容できる格納庫が建設されたことが明らかになった。4月9日、 ウォール・ストリート・ジャーナルが、ファイアリー・クロス省ミスチーフ省に、中国が、電波妨害装置を配備したと報道した。5月2日には、アメリカのニュース専門テレビ局、CNBC が、ファイアリー・クロス省ミスチーフ省スビ省に、対艦巡航ミサイルと、死空ミサイルが配備されたと報道した。5月8日、ベトナムは中国に対して、ミサイル撤去を要求し、 ミサイル配備はベトナムの主権に対する深刻な侵害だと主張したが中国は南沙諸島及び周辺海域に対して主権を持つとした9月30日アメリカ海軍のミサイル駆逐艦リケーターが航行の自由作戦として画面省、ジョンソン南省の12階里内の海域を航行した際に中国人民解放軍のミサイル駆逐艦が約41メートルの 距離まで異常接近し、海域から離れるよう警告した。10月31日、ファイアリー・クロス賞、ミスチーフ賞、スビ賞に気象観測所を開設して、運用開始したことを中国が公表した。7月24日、中国は、新時代の中国の国防と題した国防白書を4年ぶりに発表し、その中で、南シナ海の諸島については、固有の領土だとし、 人工島や施設などの建設は法に基づき国家の主権を行使していると主張している。4月18日、中国は海南省に2012年に設定した三叉市において南作、政策の2つの行政区を設置すると発表し、中華人民共和国民政府によると南作諸島を管轄する南作の行政組織がファイアリークロス省に置かれる。3月7日、 フィリピン政府は南沙諸島で約220隻の中国船が停泊していることを確認した。中国は悪天候を避けた漁船だと主張しているが、フィリピンは乗組委員に民兵が多数含まれていると見ており、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領に批判的なアントニオ・カルピオ、元最高裁判所長官は、フィリピンのエネルギー安全保障に影響を与えかねないと指摘した。 ロド,ドリゴ・ドゥテルテ大統領も中国が石油や鉱物の開発を始めた場合には行動に出ると述べ軍艦を派遣する意向を示してきたが新型コロナウイルス感染症の COVID-19 ワクチン供給では中国の支援が必要なことから難しい舵取りを迫られている。5月3日フィリピンのテオドロロクシン外務大臣は南シナ海で 多数の中国船が停泊している問題に関する苛立ちからツイッターに中国、我が友よ。どうすれば礼儀正しく表現できるだろうか。さて、と記した後、アルファベット4文字の金庫を使用して消え失せろと発信した。これに対して中国外交部の大文武主報道官はフィリピン側の特定の個人には、 基本的なマナーを守ることと立場に見合った言動を望むと批判した。5月5日、南シナ海の地域について中国が主張してきた歴史的権利を否定した南シナ海判決についてフィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領はただの紙切れに過ぎない、役に立たない、ゴミ箱に捨てようと述べ中国政府と同様の言い回しで判決を否定した。国連海洋法条約において 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、校長時においても、水面上にあるものを言う。と定められている。本条約の島は、領海、接続水域に加えて、排他的経済水域及び大陸法を有する。2016年7月12日の常設仲裁裁判所において、スプラトリー諸島には、排他的経済水域、 大陸法を有する国連海洋法条約上の、島は一つも存在せず、偽場島、鉄島、ウェストヨーク島、スプラトリー島、ノースイースト島、サウスウエスト島も、法的に排他的経済水域、大陸法を有さない岩であるとの裁定が下された。国連海洋法条約において、人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、 排他的経済水域または大陸法を有しない。と定められており、本条約によれば、人間の居住、または独自の経済的生活を維持することのできない。いわば、了解は有するものの排他的経済水域、及び大陸法を有さない。常設仲裁裁判所は、2016年7月12日、中佐諸島のスカボロー賞のほか、クアテロン賞、ファイアリークロス賞、 ジョンソン乱章を含むジョンソン章、ケナン章、ガベン章が、排他的経済水域、大陸法を許さない、すなわち、国連海洋法条約上の、人間の居住または独自の経済的生活を維持する、ことのできない岩であるとの裁定を下した。以下、埋め立て面積が1平方キロメートル超になっている、ものについては、面積を、太字表示する。 低使用工地とは、低使用時には、海面上に露出するが、校長時には水没する岩暗礁。さすのことで、国連海洋法条約上、領海も、排他的経済水域も許さない。ただし、自国の EEZ 内であればその国が、建造物を建設することができる。中国は現在、南沙諸島内で3カ所の低を用工地及びその、 周辺の珊瑚礁を大規模に埋め立て人工島を建設しているが、どれも中国の EEZ 内ではない。常設中裁裁判所は2016年7月12日、ヒューズ省、ガベン省、スビ省、ミスチーフ省、セカンド、トーマス省が国連海洋法条約上の停止を告地であるとの裁定を下した。また、ミスチーフ省及びセカンドトーマス省は、 フィリピンのパラアン島を起点とする、排他的経済水域及び大陸法に含まれることに加え、ガベン省の低潮移線がガベン省及びナムイエット島の領海規線とすることが可能であるということ、ヒューズ省の低潮移線がケナン省及び新港島の領海規線とすることが可能であるということ、スビ省の低潮移線が、ティツタイのサンディーサイの領海規線とすることが、 可能であるという最低目下した。南沙諸島は主に南シナ海を北から南に並んでいる6つの大群章からなる。2013年7月、中国政府の公式見解ではないとしながらも、中国の中国新聞網や文化違法などに中国は2020年から2060年にかけて6場、戦争を行うとする記事が掲載された。この 6話戦争計画によれば、中国は2020年から2025年にかけて台湾を取り返し、2028年から2030年にかけてベトナムとの戦争で南佐諸島を脱回し、2035年から2040年にかけて南チベットを手に入れるため、インドと戦争を行い、2040年から2045年に、 かけて、尖閣諸島と沖縄を日本から奪回し、2045年から2050年にかけて、外、蒙古を併合し、2055年から2060年にかけて、ロシア帝国が、清朝から奪った160万平方キロメートルの土地を取り戻して、国土を回復するという。オーストラリア国立大学研究院のジェフウェードは、この記事について一部の求進主義者の 個人的な見解に過ぎないという意見があるが、中国の国営新聞も報道しており、中国政府の非常に高いレベルで承認されたものとみなすことができ、また中国の失われた国土の回復計画はすでに1938年から主張されていたと指摘している。インドのシンクタンクである センターフォーランドワーフェアスタディーズ研究員の PK、チャークリボーティは、この記事では中国はインドのアッサム州やシッキム州で独立運動や反乱活動を先導して、パキスタンへの武器供与によるカシミール攻略などが示唆されており、それらが失敗した後にインドとの全面戦争という段階が想定されているが、シッキム州の現状は中国の必要な工作が行われているにもかかわらず、 安定しており、独立運動を先導するのは困難であり、また中国がミャンマーを介して発生させたアッサム州の暴動はインド政府とミャンマー政府の交渉によって鎮静化しているとしながら2035年までにインド軍は近代化を推進して能力を向上する必要があると指摘した。ありがとうございます。